父親からの形見を池に落としてしまった良太は、釣り竿が池に沈んでいくのを見て大好きだった。父親との思い出も沈んでいきなくなりそうに感じた。無意識に池に飛び込んだ。池は藻がいっぱいで視界が悪くほとんど先が見えない。そんな状況で釣り竿が見つからず、ついには息が切れてしまった。上に上がろうにも体が言うことを聞かない。もがけばもがくほど池に沈んでいく。そしてついに良太の意識は途切れる。そんな中、何かが良太に近づいていった。それは凛であった。本来の竜の姿になって沈んだ良太を探し、救出した。池のあぜに移動した凛は心肺停止状態になった。良太に神通力を使った。良太の魂は現世打つ潮から黄泉の国が存在しているとこよの愛はざまに行ってしまった魂を追いかけていく。そこで本来は亡くなるはずだった良太を助けて神の掟を破ってしまう。後にこれが天界の大問題になってしまう。そんなことは知らずに助けられた良太は凛の存在がだんだん大きくなっていく。そして小学生だった良太は成長していき、中学生、高校生と進んでいった。二人はもはや恋人になっていた。それを見ていた凛の大親友である稲荷神のクズワはこの二人の中に混じる。楽しそうな二人を見ていて自分も仲間に入れてほしいと思ったようだ。